は皆様からですね、一言ずつご挨拶を頂戴したいんですが、皆様ご覧になったと思いますのでお分かりかと思いますが、役名が同姓同名でございまして、こちらの呼びかけもあり、皆さんにも分かりやすくさせていただくためにですね、白蜜を黒蜜をということで分けさせていただきますので、よろしいでしょうか。大丈夫ですね。大丈夫です。その方が分かりやすいかなと思いますのでね、それでは五日は蜜を焼く、白蜜を焼くのですね。はい、淵上泰史さんからお願いいたします。どうも、はじめまして、淵上です。今、ご覧になった後ということで、いろいろ、上映前じゃないので、後なのでいろいろお話もできると思うので、そこのところも楽しんでいってもらえたらというふうに思います。今日はありがとうございます。淵上泰史を、黒蜜を、そして黒蜜とも呼ばれております。演じました、田中俊介です。先日、東京でも、完成披露がありまして、ここ名古屋は僕のホームということもあって、なんかその時とまた違った、なんだろうな、なんかすげえ身内に見られる恥ずかしさというか、そういうのもありつつ、上映後ということでね、いろんな話を、撮影の合間のこととかね、できたらいいと思ってます。今日は最後まで楽しんでください。今日は完成披露、そうですね、東京に続いて2回目なんですけど、皆さんお越しくださいましてありがとうございました。上映後ってことでいろいろ話せるっていうのと、彼田中君のホームということで、刺される覚悟で来たっていう大丈夫です。田中君に多分大丈夫って言われた。いやいや、多分大丈夫って言われた。安心していろいろお話しできればと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では皆様もご覧になったということで、ちょっとお話の方を伺っていきたいと思いますが、内上さん、今回のキャラクターというのは非常に難しい、本当に難役だったとは思うんですが、演じられていかがでしたでしょうか。はい、この白蜜、はい、白蜜をですね略してしまった。そうですね、そうですね、田中君の役の方がやっぱ激しいんですよね。肉体的にきついというか、僕は結構こう精神的にきつかったんですけど、そうですね、そうか、上演後なんであれなんですね。そうですね、そうですね、僕も肉体的にきついというと、穴掘るシーンが結構あったと思うんですよね。あれ、9月ぐらいでした。そうです、9月ですよね。本当暑かったんですけど、本当に山の奥というか、なんか畑の山奥というか、掘ってて、暑いし、僕だけじゃなくて、監督もスタッフもみんな、きつかったんですけど、掘っていくうちにですね、もう見たことない虫がいっぱい出てくるんで、新種じゃねえかっていう、そこに、もう入ってくださいって言われるし、そういうきつさもありましたね。そうですね、あれはね、ちょっと大変だろうなと思って見てたし、田中さんはそれをね、支持するだけですからね。支持する。そうでしたね。いや、でもポスターにもちょっとその穴に入ってる、そうです、僕も入りましたよ。はい、僕の、そうですね、僕の顔面の破りも新種の虫がいましたね。そうです、いました。田中君はなんか、なんで俺が入んなきゃいけないのか言ってないよ。こんな傍若無人じゃない。大丈夫。お二人でね、こういうシーンもね、あったりはするわけなんですけどもね。いや、本当にね、またちょっと掘り下げてお聞きしていこうかなと思っておりますが、黒蜜を演じられました。はい。田中さんは今回はね、またちょっとこう、今までのそのボイメンの田中さんを見ていた、皆さんと、ちょっとファンの方はちょっとびっくりされたのかなと思うんですが、挑戦されましたね。そうですね、本当にまず監督からお話をいただいたときに、めちゃくちゃ面白い話だっていうの、すぐこの作品に惚れたというか、そういうのがあって、であと、なんだろうな、僕は名古屋を拠点に活動してて、
名古屋のことを本当に愛しているし、で所属しているボーイズ&メイというグループのことも本当に愛しているんですけど、なんかそれと同じようになんかすごい愛を込めて、まあ準備から、挑める役に巡り合えたことがすごい幸せで、だからすごいなんだろうな、いろんなシーンもあって、男の気持ちをしっかり落とし込むのにすごい時間はかかったんですけど、でもそれだけ乗り込める、人物に出会えたこと、そして今日こうやってね、みんなに見てもらえたことっていうのがすごい僕は嬉しいですね。はい、ちょっとお母さんがいるからって今日なんか真面目ですよね。いつもだよ、ね、どうしたことかな、両サイド落とす落とす。監督はもともとこの原作にすごく惚れ込んで、ご自身でも、まあ、企画というか映画化したいと思ったっていう、それはどんなところに惚れ込んだんですか？そうですね、まあ、ジャンルで言うと BL っていうね、ジャンルですけど、この漫画は。でもなんか BL の漫画ってその設定が面白いのが多いんですよね、はい、でたまに本屋とか立ち読みとかよくしてたんですけど、まあ、その中でこのあすみこさんの先生のねこの本に出会って、まあね、読んだことがある方多いと思いますけど、すごいダークで共依存、まあ、僕もともと共依存っていうテーマにすごく興味あったんですけど、でちょっとやってみようかなと思って、そのまま出版社に電話してたっていう次第です。本当に惚れ込んで、中村さんとも、まあ、原作者の方とも結構脚本のやり取りもかなり重ねたっていうことも聞いたんですが、そうですね、うん、1年半ぐらいやってました。なかなか、はい、姿も見ないまま、はそれは、まあ、当然編集部同士 でだいぶ公開前になって初めてお会いしたんですけど、ですね、もう原作者の方のご意見を聞くという感想を聞くというのはもうドキドキされるかと思うんですが、原作者さんはどのようにおっしゃってたんですか？そうですね、つい先日ですけど、初めて見ていただいて、で最初言われた一言が漫画とだいぶ違いますよねって言われたんでドキッとしたんですけどでもその後は、まあ、ツイッターとかでも流れてますけど、うん、まあ、映画独特の世界観があったというふうに言っていただいたんで、まあ、ほっと、ほっとしました。塚野さん、ご覧になった映画をまず最初に、見た時のこう感想っていうのはどういう感じですか？そうですね、監督にも直接言ったんですけど、こういう映画で主演を僕はやってみたかったんですっていうことを本当素直に、はい、言ったので、まあ、ロードムービー、まあ、監督も結構好きな映画も話し合ったりしたんですけど、結構ロードムービーが、まあ、海外とかね結構多いんで、そういう風な類の映画に僕も出たいと思ってたので、はい、こういう映画で主演させていただくのが一つの目標だったので、そうですね、そういう意味でも本当にこれが他の人やってたらすごい嫉妬しただろうなと思うぐらいでした。ですね、じゃあもう他の俳優さんたちは多分嫉妬されてると思いますよ、これに。もう興味ないのどっちかですね。なるほど、なるほど。田中さんも完成した作品をご覧になった時っていうのは、まず最初にどんなふうに感じました？そうですね、まず原作を読んだ時の、僕もすごい衝撃を受けて、なんだこの魅力ある作品、なんでこんな魅力ある作品なんだろうっていうのを思った、その衝撃が映画としてしっかり現れてたっていうのが、純粋に僕も映画好きとして、なんか日本映画でこうやってこういった空気感、色味の作品が出来上がったなっていうので、すごいなんか嬉しかったっていうか、喜びがありましたし、この作品特有の先生の持っている世界観、なんかトゲトゲしい中にもすごい美しさがあって、はい、もうしっかり現れてるし、それに今回その内田監督がメガホンを撮ってくださったので、監督のちょっとしたシュールな笑いっていうか、はい、そ
そういったところもなんかちょろちょろと入っているのがまた、今回この作品はなんか、なんだろうな、色濃くというか、なんかまた違う面白みをプラスされてるなっていうのは感じました。そう、あれ、組員が、佐伯に突き落とされた、あの病院のシーンの、僕が、石川光雄のリアクションも、いや、そんな、ちょ、小田さんです、そう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 、大丈夫ですか、救急車呼びますか、病院の車内でね、そういうちょっとしたシュールなところも、まあ、あの役者、僕の上司も先輩なんですよ。あれもでも、なんかさすが打ち上がったなっていうのが出てましたね。心の内側をこう二人の内側を出していく演出での一番 こだわった部分っていうのはどんなところですか？でもセリフがないシーンの方が難しいですからね。やっぱりそのやっぱり映画はスクリーンも大きいんで、その結構内面的な、ね、演技がすごい要求されるんで、で今のね、日本、まあ、日本の、まあ、多くの作品やっぱり内面を必要としないものが多いんで、役者さんたちもやっぱ内面の演技するのに慣れてないんで、まあ、なぜかというとめちゃめちゃ疲れるんでおそらく内面からやる演技って2人はね、そこにチャレンジしてたんですごい疲れたんじゃないかなと思って、僕もだからそんな疲れた役者見るとすげえ燃えるんで可愛いなと思って見てました。本当に田中さんもね、結構大変でこう憔悴しきった姿もたくさん見させていただいたんですけども、今回役作りで一番こだわったところとかっていうのは、職質2回されましたね。あ、まあお近いちゃったんですけど、職質2回受けて、はあ、僕たち、名古屋で、僕たち、愛知県警の広報大使のお仕事をしてるんですけど、準備段階、役作りしてる時に、夜道歩いてたら、あー、パトカー通って、はあ、止まるね、止まるねって、あ、二人降りてくる、来るよねって、そしたらもう、全部チェックされて。はあ、まあ、僕もそれ、まあ、お仕事ですからね、警察の方でもお仕事なんで、はい、安全を守るために、で僕もそれ協力して全部して、はい、で、去り際に、はい、どうも、大江さんの絵です。これからも一緒に名古屋を守っていきましょう。向こうが、はぁ、大江さん失礼いたしました。そういうやり取りがあったりもしたんですけど、まあでも、まあ多分何か放ってるものがあったんでしょうけど、でも何だろう、1年間僕は役作りする期間を与えてもらったので、1年間ずっとこの三つ男のこと、ダブル三つのことを考えて、同性愛、共依存、ギリシャ神話のアンドロギノスとか、そういった話とかも深く、調べて自分に落とし込むっていう作業は、まあ、確かに、まあ、精神的に来るものはありましたね。そうですね、職質されるぐらいね、もう顔に出てたんですね。そうです、なんなんでしょうね、ただ歩いてただけなんですけど。それだけ役に入ってしまったというっていう解釈にしときましょうか。素の自分から出てたもんだとは。めちゃめちゃ痩せてたよね。ああ、でもそうですね、僕忙しくて全然その姿を見れてなくて、はい、スタッフとか周りから、監督、田中君やばいかもっていう話を聞いて、何かの写真見たらめっちゃ痩せてるなって、はい、痩せすぎやろっつって3キロ戻してもらったんですけど、大変ですよ。そう、やっぱ元々体を鍛えてたので、はい、監督ともそのデブルミスの前の段階の時は、会うたびにお前プロレスラーみたいなみたいな感じで言われるぐらいガチガチしてて、うん、そうですね、でそれを落としたかったっていうのもあって、うん、まあ、ダイエットしてたんですけど、うん、ね、撮影入る前に、痩せすぎだね。2、3キロ戻して、
言われて。それはモノマネですね。無視されてリスペクトするところはございましたか？どんなところでしょうか？いや、それはめちゃくちゃありましたし、撮影現場でもやっぱまだまだ僕その経験が浅いので、すごい引っ張ってくださるところがたくさんあって、そういうところでは志賀美さんが相手で僕はすごい安心しましたし、まああとは何でしょうね、初めて会った時から撮影中もどっから出てたのがこの色気、なんかね、無駄にエロいんですよ。そう、それが、いやでも俺も欲しいな、俺もなんかどっかから出してた、出せるものならスイッチがあるなら、なんか教えてもらいたいな。色気スイッチね、色気スイッチ、ね、どっかにあるんですかね、どっかにあるんですかね、脇の下とかあるんですかね。そこですか。まあ、ご一緒されて俳優として。そうですね、本当に僕も勉強不足で、そのボーイズ&メンっていうのを今回田中君に会った後に、田中君が役者として田中君できたと思ってたら、その後ろのボーイズ&メンっていうグループに入ってるっていうのは後から知って、僕はまあ勉強不足でだったんですけど、まあ、でも1年ちょっと前からすごい準備してるって聞いてましたし、監督と結構こう、監督が結構こう追い込ませてるなっていうか、監督が育てようとしてるなっていうのは、現場でもこう演出とかを聞いてるとすごい細かく、本当厳しいんですけど、まあ、それ愛があるなと見ながら、いいなと思って。結構でも監督がこう役者を信じて、準備してきて、いろいろこう、自分が用意してきた引き出しをいろいろこう何通りからやるんですけど、監督こういうのどうですかっていうと、あ、やってみようかって本当におっしゃってくれたので、それを試して、ダメだったらダメだから次っていうので、本当にそれで結構こう役者としては結構勇気いることなんですけど、そういうことだったり、あと田中君はやっぱりこう、まあ、まだまだこれからの役者になっていくと思うんですけど、反応が結構新鮮なんですよね。こう毎回違うことをやると、その違った反応が返ってくるんで、素直、田中君って素直じゃないですか、顔が顔が素直な本当にいい青年で、ある時監督が僕の耳元で、ちょっと田中君にちょっとビンタしてって言っちゃった。本当にポソッと僕が診察台の上で田中君にこう押し倒されてっていうシーンがあったんですね。あの時にこうビンタをしたんですよ。田中君知らないぞ、知らなかった、思いっきりバチンってビンタしたら、もう目が、え、ぶちかみさん、今そういうシーンですかみたいな、そういう反応を返ってくるんですよ。でも監督のそのビンタしろっていう意味は僕はすぐちょっと分かったんですけども、まあ、いろいろ緊張もされてましたしね、まあ、まあそこはカフェになったんですけど、そういうこともありましたね。だから本当にそういう新鮮さは僕も忘れちゃいけないなと思いますし、田中君もこれから忘れずにそういうことを思って、こう役者を芝居に向き合ってて、まあ、もちろんボーイズ&メイのね、いろいろ大変だと思うんですけど、本当に活躍中ですからね。はい、ビンタ痛かったですか？でもそこで緊張がほぐれたの？あ、まあでも結構終盤ではあったんですけど、痛かったかな、びっくりしましたね、と思って、でもそういうアプローチしてくださるっていうのが嬉しかったし、なんか僕の何だろうな、出てないものを引っ張り出そうとしてくれるっていうところでは、なんかすごいなんか嬉しいアプローチをしてくれて、
ピートしてほしいってわけじゃないですけど、もっとくれってわけじゃないですけど、嬉しかったですね。確かに反応がね、新鮮だから、うん、いじりがいがあるから、多分次ぐらいになんか先にやるときは、多分もう来られちゃってね、なんかピンタとかつついても、多分あそれはなんか意味があるんだな、みたいな、考えられるんでしょう。確かにもう、なんですか、その芝居はみたいな。そうもうそろそろお時間が待ってきてるので、あのね、いっぱしの役者にちょっとなってきてる。そうですね。僕はもう脱ぎませんなんて。おお。ああ、もっと落とされる。いやー、今日はこれでいきましょうか、司会さん。はい、ありがとうございます。今日は、ご覧いただきありがとうございます。6月3日から、公開が、初日が始まるんですけども、今ですね、ネット社会ですから、見ていただいた方は、Twitter、Instagram などなどいろいろありますけども、本当にダブルミンツ良かったよと言っていただけると、本当にそこから拡散しますので。この人はこういうこと言ってますよ。自分やってませんから。Instagram しかやってません。そうやってないんですけど、本当見ていただいた方の声がこの映画を本当に大きくする本当に力だと思いますので、皆さんにもぜひ共犯者になっていただいて、映画を広める共犯者になっていただいてですね、ぜひこの映画を一人歩きするぐらい大きくしていきたいと思いますね。そうすると僕の仕事もより大きくなると思います。あと名古屋でもね、僕の名前が少しでも広がればいいかな、そういう思惑もありますんで、ぜひともダブルミンツをよろしくお願いします。今日はありがとうございました。本日はお越しいただきありがとうございます。見てもらって、分かってもらえたと思うんですけど、この先本当に僕たち自身もそうですし、スタッフの皆さんもそうですし、本当に愛情を込めて、命かけて、いろんな作品です。この作品が、皆さんにとってすごい光り輝く、映画に捉えてもらっている人もいれば、すっごいくらい、闇をね、強く感じる映画に、感じてもらえた方もいると思うんですけど、本当にいろんな見方ができる作品だと思うし、この映画は、埋もれちゃいけないなと本当に思います。ぜひぜひ、皆さんにね、広めてもらえれば、僕の仕事もいい方向に向かうし、もしかしたら藤山さんがボーイズ&メンに入ることになるそうなったらボーイメンがすごいエロいグループになるあんたの僕がじゃあユーヒーと交代だ。あ、そうか、そうですね。でもこの間オーディション受けたんですけど、ちょっと落ちました。嘘つけ、セクシーすぎるからね。でも本当に僕たち自身も自信を持って作った作品ですので、どうか一人多くの方に見てもらえるように、皆さんも、応援引き続きよろしくお願いします。東京でも言ったんですけど、万人受けする映画じゃないのはもう間違いないと思うんですね。そう思いながら作った映画なんで、でもなんか似たような映画が最近いっぱいあるんで、こういうのもあってもいいんじゃないかなと。でこういう映画って大体売れないんですけど、今回はぜひやっぱりこういう映画もあってもいいんじゃないかと。でぜひ多くの人に見てもらいたいんで、やっぱ東京でも SNS のパワーを思い知って、僕もなんかエゴサーチなるものを覚えてですね。はい、覚えたんで、皆さんバンバン書いていただけて、僕が自らリツイートしていくので、それが宣伝になりますので、皆さん、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。